エチアにとってメイクって何ですか？気合い入れる感じですね。朝、うん、朝起きて、うん、ぼーっとしてたのをまずやっぱ眉を描くとちょっとこうスイッチが入れ替わる感じ、まあ、自分のためでもあるし、あの私と今日出会う方に対して気持ちよく感じていただける、お互いにね、いい感じで過ごせるように、はい、もういくつになってもどんどん若返っていくからさ、ありがとうございます。本当にその秘訣って何かなって思いながら、こう、うん、今回モデルもさせて話してもらったけど、はい、やっぱりなんかこう花があるし聡明感があるし、しかも自然体やし、まさしくこの3つのパターンの、うん、もう本当に女優を演じてるっていうイメージだったんですよ。確かにあのメイクしていただくとこう引き出されると同時に、なんか女優になった気持ちになりましてね、うんうんうん、ということはメイクすれば本当に誰でもいろんな自分を引き出せるんやなって。人生ね、100年時代ですのでね、もう年やからって、年は単なる数ですからね、皆さん、背番号みたいなもんですからね、背番号も変えれますからね、チーム変わったら変わるでしょ。だからね、メイクを変えることで自分の気持ちもすごいリフレッシュするし、新しい可能性もね広がっていくんでね。神さんって呼んであげてください。神さんですよ。神さん、家庭の神様ですからね。うちの神さん、あ、それいいこと聞いたよ、ね、神さん、うちの神さんいいですね、神さん、ね、今ね、神さんってお話したみたいに、うん、ちょっと言葉を変えると気持ち変わりますよね、うんうんうん、でこの言葉の力の不思議、素敵なところをお伝えするオリジナルの言霊ワークショップをしています。オリジナルのワークショップをしているミラクルアーティスト、はい、ハッピーミラクルアーティストです。はい、イラッとする人なんですよ、うんうん、でね、チェって言うんです。あ、チェって、うん、でそれを聞くとね、嫌でねって言われたら、ね、世の男性の方はチェって言うとあきませんよ、ほんまに。それでね、中に変えてくれるって頼んだ。肌立ってる最中に変えれないんですよね、中、うんうん、って、うん、でだから夫がチェって言ったらチュって言い返すんです。私はなるほど、やめてよって言ってもやめれないから、でこっちがチュって言い返してたら私がねおかしくなってきて、うん、相手がどんだけ言ってても気にならなくなるんです、うん、あ、なるほど、魔法やねそれなので言葉ってほんとちょっと変えるだけで楽しくなりました。ため息ついたら今度何でしたら、あの出した後で、うん、そうですね、こうふうって一旦一旦出すことはやっぱり大事で、一旦出してしまって、うん、その次にああ幸せとかね、ああなるほど、ああ幸せ、あ、なるほど、ね、もうさっき今心配性やったっていうのを、うんうん、あの娘さんのことがすごく心配、一人娘さんがね、うん、心配な方がおられて、うん、私心配性なんですってこう口癖に言ってはったんで、パー、うん、をラーに変えませんかって、信頼症ってなるんですよ、うんうんうん、でそれをね、信頼症信頼症って言ってたら、あのトモは一緒でもいいんです、私信頼症なのよって、うんうんうん、でも自分で言いながらなんかおかしくなってくる、修正していくようにね、なんか気持ちが修正されるわ、ね、うん、はい、声の高い声を出すことで皆さんの周波数を上げてられるので、うん、自分で声の高、あの周波数上げることによって本当に自分も元気になるな、これ、ね、そうです ね、はい、ありがとうございます。いま今日も楽しい時間ありがとうございます。いい、こちらこそありがとうございました。あのえっちゃんです、大きな拍手をパチ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 神さんが神さんが後ろで神さんがやっております、はい。